おはようございます。家庭菜園が面白いシリーズシーズン1パーソナリティのご一です。いつもお聞きいただきありがとうございます。87回目のエピソードになります。今日のテーマです。大根を育ててみようという話題でお届けします。昨日の夕方、夜かな ?7 時ぐらいにですね。YouTube のショート動画に2023春大根を収穫するだけの動画。 もう夏だけどというお題で30秒ほどの動画をアップしました今ですねちょうど6月春大根をね収穫できる時期になってきましたで3月終わり頃ですね桜が咲く頃に種まきしましてだいたい2ヶ月で収穫しております全部でですね10株ありましてすでに半分ほど収穫を終えていますで今からですね種まきできる大根なんですけども 種類としてはそんなに多くなくて、二十日大根と辛味大根ですね。普通のですね、総太り大根だとか、私が育てた春大根はもう時期も終わってですね、残念ながら、平野部ではですね、夏は大根を育てるのは向いてないと思います。超ハードルが高いと思います。で、多分ですね、高原の涼しい場所であれば可能なのかなと思います。けども、平野部ではですね、 真夏はですねめちゃくちゃ暑くなるじゃないですか真夏日とか言ってで30度とかなりますんで、まあ、そういう高温はですね大根はあ,のあまり育たないですね、まあ、夏の終わり8月の中旬ぐらいからは実は種まきができます秋の方の種まきとあと育成というのが失敗がなくて大根も美味しくなって、えー、きますので、えー、夏の後半 8月後半からですね種まきするようにしたらいいかなと思いますでまだですね8月暑いじゃないですかですがあのちゃんとねうまく発芽して、えー、暑さを乗り越えて枯れなければですね秋になってくると大根がですね肥大化します大きくなってきますで僕がおすすめしたいのは総太り大根というふうな名前がついたものです 大病層太りだとかいうのもあ,りあるので、えーまあ、できるだけ病気になりにくいものというのを選んだ方がいいかなと思います。とはいうものの僕はあのダイソーさんのですね、えー、と2パックで100円という種をよく使ってまして結構種入ってましてですねまだ去年とか一昨年の種が余ってます。うん で、まあこれ、巻き方はですね、もうあのウェブとか検索すれば出てくるんですが、簡単に申し上げますと、よく耕した畝に、ああのまあ肥料を混ぜておいてですね、で、畝、えー、作ってですね、これ一気にですね、えー、1回で種を巻いちゃうとですね、後々食べられなくなるので、えー、ポイントはですね、2週間ごとに、例えばですね、5箇所、 に植え付けるというか種まきするとで最終的にはえっと5本収穫することを目指すという感じですねでその後また2週間経ってからまた5箇所に種まきしてこれも最終的には5本食べるような形にしますそうすると2週間おきに5本ずつ食べれるじゃないですか で大根ばっかりそんなに食わないよねっていうんであれば3箇所,3箇所ずつぐらいに巻きながら、えー、少しずつ時間をずらしてですね2週間ぐらいずらすといいと思うんですけどずらして、えー、10月の後半ぐらいまで種まきしていきますえっとですねたくあんを作りたい人はですね3つとかだとちょっと少ないので、えー、10箇所ぐらいにですね種まきしてですねそれをちゃんと間引いて10本にしてですね でそれをたくあんにして冬の間ですねまあいろんなご飯のおかずにもなりますし酒の魚にもなるというような感じでたくあんを作るのも結構楽しみです一箇所に巻くのは大体僕の場合はマルチを使うんですけどあの秋の場合は今春の場合は私あのマルチ使ってないんですが秋はマルチを使ってですね一、えー、つの穴に4粒巻きます そうして、えっとね、双葉ぐらいで間引かないんですね。ものの教科書には双葉でも間引いちゃうっていうのもあるんですけど、えっと、僕の場合は結構大きくしてですね、もうすでに大根の原型ができるぐらいのところまで育てておいて、で、一番元気ないいやつを残して、えっと、一本に間引いてしまいます。で、実はですね、8月の後半からですね、白菜の仕込みもあるので、 意外とですね、忙しいんですね。暑いっていうのもあるんですけど、暑くてだ,だるくて、あの、仕事はあんまりしたくないっていうか、あの、動きが鈍くなるんですが、あ加えて、えー、その白菜の準備とかが入ってきますので、ついついですね、種まき、大根の種まきをですね、えー、サボってしまうというか、忘れる時もありますが、えー、ぜひともですね、8月の後半から、種まきをね、していけばいいかなと思います。 で、必ずですね、間引きはしなくちゃいけなくて、この間引きで取れた大根の葉っぱっていうんですかね、これをおろ抜き大根と言います。えっ、ー、と、間引くことをおろ抜きと言います。業界用語なんでしょうかね。友達とか話すとですね、あの、おろ抜き大根を食べたとかって会話がね、弾みますので、多分業界用語というか、あの、一般的な用語だとは思うんですが、おろ抜き大根をですね、葉っぱをですね、楽しむと。 で、味噌汁に入れてもいいし、えー、あと、じゃこと一緒に炒めて食べてもいいし、簡単にお漬物にして、えー、そうですね、えー、ポン酢で食べてもいいし、いろんな、あのー、おおまびきなをですね、楽しむことができます。で、ビタミンたっぷりで、抗酸化作用もありますので、えー、で、一応というか、腸の方もね、あの、繊維質が多いので、えー、元気になるということで、 え僕はあのオロ抜き大根結構好きですね大根が大きくなって葉っぱができるんですけど当然できるんですけどその大根の葉っぱって結構もう硬くなってるんでやっぱりオロ抜き大根の柔らかい葉っぱがですね非常に美味しいと思いますであとプランターで作る時はですね先ほどの初買大根はもちろんできるんですが品種としてはですね総太りは多分プランターでは結構厳しくてミニ大根っていう品種がありますのでそういう品種を選んで プランターで楽しむことができるんじゃないかなと思います。であとどうしてもあの家のそのベランダとかで、えー、ぶっとい大根を作りたいという人はですね、そうぶとり大根を袋栽培あの肥料の お袋あるじゃないいですかか肥料っていうかあの培養土失礼しました。培養土の袋に種まきしてですね、でそこで、えー、育てていくということで、まあ、袋栽培はいろんなものに応用できますけど、ナスとかキュウリ、あと大根もできると。あとは 今、僕もやってますけど、あの、じゃがいもですね、袋栽培はググっていただければですね、あの、いろんな方が解説してると思いますが、まあ、簡単に言うと、培養土買ってきて、下の方に、ハサミか、あとんがったものでですね、水を抜くための穴を何か所か開けてですね、袋をですね、まあ、立てて、種まきして育てていくというような感じで、非常に簡単です。あの、鉢とか買う必要がないので、 ただ、多分、ですね面積的に言うと、多分その袋栽培でもやっぱり1本しか育たないですね、で培養土を1袋買うと、大体500円はするので、どうでしょう、あの投資剤効果というか、です、ね、500円の培養土と、えーまあ、あと種代で、えーまあ、いくらかわからないですけど、500円以上なんですけど、その500円以上かけて、大根1本でもいいから作りたいという方は、ぜひお願いします。 であとは、えー、っとね、注意するべきことは、やっぱり害虫ですよね。害虫で気をつけなきゃいけないのは、アブラムシとハバチですね。で、アブラムシはまあ小さくて、あの、まあ、見ればすぐアブラムシってわかりますけど、ハバチはですね、えっと、まあ、成虫はハチなんですけど、ハチの仲間なんですけども、 幼虫が、あのー、害虫になります。で、えっと、ハバチの幼虫っていうのはですね、黒いんですね。ですぐに見つけることができて、あのー、触ろうとするとですね、ポロンって落ちちゃうので、土の上にね、落ちちゃうとね、黒いんで、見えにくいんですよね。なので、またそれが復活して、あのーえー、上がってきてですね、葉っぱ食べちゃいますんで、結構ね、食べます。あのー、ちょっと汚いですけど、黒いうんちをね、えー、するんで、結構ね、見つけやすいですが、 あの注意して取らないとすぐ落ちてです、ね、下の方に行っちゃうとです、ね、もう探す、もう見ても見えないんですよね、もう探すことが難しいという感じですね。あと、モンシロチョウの幼虫のアオムシもつくことがよくあります。あとはね、ハダニっていうんですか、ダニですね。ダニがね、結構厄介で、小さくてもう見えないです。僕の目ではもうほとんど見えないです。 で結局、葉っぱの汁を、えー、吸っちゃって、ですね葉っぱが白くなってなんか枯れていくみたいな、そんな感じですね。えー、それでですねこういうだ、えー、っと害虫対策としては、やっぱりですね防虫ネットですね、防虫ネットの中で育てていって、ですね大根が大きくなって、防虫ネットに、あのー、頭がつっかえたら、ですね、まあ、防虫ネットを外すというような感じでいいかなと思います。で大きくなってから 防虫ネット外してある程度ちょっと虫が来るかもわかんないんですけどもその時にはもう大根も大きくなってますのでなん、えー、とか逃げ切って収穫までいけるんじゃないかなと思いますなんか僕の場合いつももうその頃にはもう虫つかないかなと思います で、今回もですね、春大根驚いたんですけど、結構虫がつかなくてですね、すごいラッキーっていうことで、ショート動画でもですね、ラッキーっていうところをちょっとつけました。はい。で、大体11月ぐらいから収穫ができまして、寒くなってくるので、煮物、手羽先と一緒に煮込んだりですね、あとまあ、当然味噌汁にも入れてですね、あと漬物だとか、キムチにしたりだとかですね、えー、いろんな楽しみ方があると思います。あと大根おろしにしてもいいですよね。で、 もう最近なんかサーマンマがめちゃくちゃ高くなってるんですけど、やっぱりあのー、焼き物のね、お魚にはね、大根おろしをね、吸って、えー、食べるのがいいなと思います。あと僕が好きなのは納豆に大根おろしを入れても、食べるというのも大好きです。あと鍋物もね、あの、大根おろしを吸って、えー、まあそこにポン酢入れて、鍋物の、なんていうの、タレにするっていうのも美味しいですよね。はい。 あちょっとすみません。10分を過ぎてしまいました。えっ、ー、と、今日はこの辺で終わりにします。このエピソードは毎朝5時に配信しています。今回は大根を育ててみようというお話でした。チャンネル登録、フォローをお願いします。このエピソードを聞いたあなたの感想を YouTube のコメント欄でお待ちしております。今後の番組作成の参考にさせていただきます。あなたにとって素敵な一日となりますように、ご一緒がお届けしました。それでは、さようなら。バイバイ。